さんこんにちは、スプリントレノです。今日はですね、2022年の8月の6日となります。今年もやってまいりました。86の日ですね。今年はちょうどね、土曜日になりますので、今日はね、いろんなところで86の不快とかミーティングとかされてる方多いんじゃないでしょうか。私もですね、今年の夏で86乗り始めて丸16年ですね、17年目に入っていきます。ということで、今回はですね、86に15年以上乗ってきたオーナーが考える86のいいところと悪いところをご紹介していこうかなと思っております。で、今流れている映像はですね、86の車載動画なんですけども、皆さんご存知の通り、私の86はですね、現在大規模リフレッシュ中で長期入院となっております。で、86預ける前にね、去年の12月に撮影してた一応ストック動画になるんですけども、今日はね、この車載動画、また86の給排気音でお楽しみいただきながら、たまにねテロップとか写真とか出したりすると思いますけども、まあ、ラジオ的な感覚でお付き合いいただければなと思っております。まあ、ゆるくね行きましょう、ゆるくあくまでもね、いいところ悪いところは私個人が考えるところなので、人によってはね、いやそれ違うと思うわっていうのはあるかもしれないですけども、そこはねご了承いただければと思います。あくまでもね、一つの参考として、86これから乗りたいなと思ってる方とか、購入検討されてる方の参考になればなと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょうか。はい、ということで、まずは86のいいところから話していこうと思います。まずはやっぱりこれですかね。86のエンジンといえば 4AG ですね。最近は雑誌とかでもね、名機とかって表現されることも増えてきましたけども、 4AG もいろいろバリエーションがあってね、エンジンサウンドもいろいろ楽しめます。私の86はですね、皆さんいつも聞いていただく通り、 4AG は 4AG でも最終型のね、 AE111 のブラックヘッドの5バルブエンジンに乗せ替えています。5バルブのエンジンね、まあ、101のシルバーヘッドもそうですけども、純正で4スロがついてますので、吸気音はねやっぱり最高ですね。コメントとかでも何回か書いてるんですけど、 4AG ってね、 RD とか VTEC とかああいうエンジンに比べるとちょっとね、派手さとかインパクトは欠けるかなって感じはするんですけど、やっぱり 4AG 回して楽しいエンジンなので、まあ、街中とかでもね、そこまで速度を出さなくても楽しめるので、そこは非常にね、86のいいところかなと個人的には思っております。はい、続きましてこちら、皆さんご存知の通り、86はですね、来年で一番前期一番初期モデルは登場からね、丸40年経過します。まあ、旧車と言えるかどうかは人それぞれだと思いますけども、まあ、古い車であることは間違いないですよね。ってことで、86ってね、結構運転しづらいんじゃないかと、癖があるんじゃないかなって、古い車だしって思ってる方多いと思うんですけども、実はそんなことなくて、去年の86の日でお話ししましたけども、もともと86自体がカリカリのスポーツカーっていうわけではなくて、大衆車ベースですね、カローラ、スプリンターの、まあ、スポーツグレードということで、例えば GTR とかね、タイプ R みたいにこうサーキットとかスポーツ走行を強く意識したモデルというよりかは、もともと大衆車をベースとしたスポーツグレードっていう形なので、そこまでね運転しにくくないんですよね。実は初めてのマニュアル車とかだと、まあ、そもそもマニュアル操作に慣れてなかったりとかして運転しづらいなっていう風に感じる方はいらっしゃるかもしれないんですけど、車自体は全然素直なので、もちろんね、ABS とかクルーズコントロールとかそういったものはもちろんついてないので、パワーウィンドウもねオプションですし、快適性っていうことを考えると乗りにくいって感じる方はいらっしゃるかもしれないですけども、運転自体はね非常にね素直な車なので、初心者の方でも非常に運転しやすいですね。まあ、いじくってる86になってくると多少癖は出てくるかもしれないですけど、ほぼほぼノーマルの個体であればそこまでね運転しにくいってことはないんじゃないかなと思います。なんでコメントとかでもね、私話してますけども、免許取り立ての若い世代の方にも全然乗れる車だなと、まあ、車体額はね非常に高騰して最近はね高くなってきてますけど、車自体は全然運転しやすいと思います。
なので初心者の方にもね、ハチロクは僕は全然おすすめですね。はい、続きましてはこちら。さっきのね、初心者でも運転しやすいっていうのと、まあ、ちょっと似てるんですけども、ハチロクはですね、そういった ABS もない、パワーウィンドウもオプション、クルーズコントロールもない、快適性はないんですけども、その代わりね、基本的な操作はすべてドライバーに委ねられているので、本当ね、運転が好きな方にももってこいの車だなと思います。マニュアル操作も純粋に楽しめますし、NA なので、アクセルを踏めばね、エンジンは回ってくれるっていう風に、本当素直な車なので、その分、全部ドライバーにね、比重はかかってきますけども、運転する喜びを非常に味わえる車ですね。いつまでもね、運転してたいな、この車でどっかずっと走ってたいなって思えるような、いわゆる高揚感みたいなのがずっと続く車で、本当ね、運転するのがね、楽しかったですね。今でも、まあ、今は年齢を重ねてしまったので、長距離ドライブとかは、行きはいいんですけど、帰りはちょっと疲れちゃうんですけど、それでもね、やっぱり運転自体はね、非常に楽しめる車ですね。ということで、続きましてはこちら。まあ、自分だけかもしれないですけど、不思議な縁みたいなのがありまして、私以前はですね、外部でちょっとブログを書いてまして、まあ、大したことないブログだったんですけど、社会人になってね、86買ってからは86のこととかも書いたりしてて、で、まあ、どこどこに行ってきましたみたいなことを書いて、でそのブログをね、見てくださっているいわゆる読者の方がいらっしゃって、で実際にね、やり取りしたことはなかったんですけど、あれ埼玉だったかな、この定峰峠、イニシャル D でも有名ですけども、でそこの峠にですね、鬼うどんっていうちょっと有名なね、グルメスポットがありまして、こちらに立ち寄ってた時に、そのちょうど読者さんがですね、ハチロクを買われて、まあなしぐらいだったらしいんですけど、その読者さんがね、私のハチロクを見かけて、あれもしかしてあの人かなみたいなことで話しかけてくださったんですね。でその方話してたら、同じ関西で本当現地でばったり偶然たまたま会って、でそれが自分のブログを見てくださっていたので、しかも最近ハチロクを買って、まあ、いわゆる聖地巡ってこっちに来たんですみたいなことを話してくださって、そういった不思議な縁がありますね。でもう一個不思議な縁が実は僕はあって、で中学校の時の担任じゃないんですけど、まあ教科を担当してくれた先生が昔から車好きで、まあ、ちょっとレアなね、車に当時も乗ってたんですけど、まあ、それで中学校卒業して、まあ、だいぶ月日が流れまして、私は86を買って、で地元のね、動画とかでも何回か出てきたような、まあ、道の駅で、まあ、車止めてちょっと休憩してたら、1台の86がね、初めて86がビューンと走ってきて、自分の86を見つけて、隣にね、止めてこられて、でいい歳のおっちゃんが乗ってたんですけど、フォアみたいな感じで、まあ、86オーナー同士ね、すぐ仲良くなったりするので、話をしてたらですね、なんかこの人見覚えあるなと思って、もしかしてって聞いたら、そのね、中学校の時の先生だったんですね。当時はね、僕も中学校の時はそこまで車好きってほどではなかったんですけど、当時乗ってたその先生の車を覚えてて、で、今度はね、86乗り同士として、卒業してもうね、10年近くな、経ってからですけど、86オーナー同士として中学校の時の先生と再会するっていう、それもちょっとした不思議な縁ですよね。その先生とも今でも仲良くさせていただいてます。86ね、これはコメントでも何回か書きましたけど、86って横のつながりが結構ある車なので、86というか、まあ古い車買うなら知識とか自分でいじらなきゃダメだみたいなことを言う人いますけど、まあまあそれも一理あるかなと思いますけど、まあ分からなくても、そういった86のオフ会とかイベントとかミーティングに参加したら、結構ね、モサの方がいっぱいいらっしゃって、何十年乗ってる方、新車当時からずっと乗ってる方とかも中にいたりして、そういった方々からね、いろんな情報とかをもらえるので、86は本当横のつながりが結構強い車だなと思って、オーナー同士も仲良かったりしますし、86最初分からなくて、多分皆さんね、思うのは古い車だし乗っていけるかな、そんな知識もないし不安だなって思う方多いと思うんですけど、オフ会とかに参加すれば結構ね、いろんな情報が得られるんで、刺激にもなりますし、勉強にも非常になるので、自分自身もね、
何回も言ってますけど、一度買った時は全然車の知識自体がなかったので、そういう友人とかね、もう知らない間に SNS 上とかでも実際に会った友人とかも増えてくるので、86関係なので、そういった面ではね、非常に人と人とをつないでくれる車だなというのは思ってます。はい、ということで続きましては、皆さんねご存知かと思うんですけども、こちら86といえば実用性が高い、まあ、それももともとね大衆車ベースっていうところから来てるんだと思うんですけども、まあ、ファミリーカーとしてもね十分使える車だと思います。後部座席にね、扉がないので、後部座席への乗り込みはちょっと大変かもしれないですけども、でもね全然後部座席にも大人がちゃんとね座れますので、正直ね最近のスポーツカーとか多いのが、まあ、後部座席一応ついててチャイルドシートも乗るよっていう風にこうカタログとかには書いてますけど、じゃあ実際大人が乗れるかっていうと、大人が乗ることを想定してない後部座席が多いと思うんですけど、86はね全然ね座れます。後部座席ふっかふかなので、純正シートがね乗り心地すごくいいので、前もこれ話したことあるかもしれないですけど、うちの子供はですね後部座席に座るとだいたいすぐ寝ましたね。レリアシートもね、倒すと結構広いスペースがねできますので、以前ね86で車中泊してみたっていう動画を上げましたけども、まあ、車中泊も全然できるぐらいですし、荷物もねレリアシート倒せば、倒さなくてもトランクルームそれなりに広さあるんですけど、特にね3ドアはハッチバックになってて後ろがねガバッと開くので、荷物はむちゃくちゃ乗りますね。昔よく言ったのがね、一応タイヤを頑張れば12本ぐらい積めるという風に書いてたりしますけど、さすがにそこまで積むとね後方視界なくなったりするので大変だと思いますけど、それでも今でもサーキットとかね走りに行かれる方、予備のタイヤとかね1セット分ぐらいは全然余裕でね乗ると思いますので、私ですね実は一時期ですね1年半ほど広島県にね単身赴任してた時期がありまして、その時会社の寮にね入ってたんですけど、引っ越し作業、関西に帰ってくる時は荷物が増えたので会社のね引っ越し業者お願いをしまして、荷物持ってきましたけど、一番最初にね向こうに荷物を持っていくときは86を出してね荷物を詰めるだけ積んで、シングルのマットレスとかもね全然余裕で詰めたので、86はね本当実用性が高い車ですね。はい、続いてこちら、やっぱり86といえばイニシャル D とかね思い浮かべる方が多いと思うので、いわゆるスポーツ走行をですねしてみたいっていう方も多いと思います。まあ、自分はですねテクニックが全然ないのでそんな大したことはできないんですけども、それでもね86はねヒール&トーとか、やっぱり非常にやりやすい車だと思います。以前ですね3ペダルの車だとアバルトの前に私は GC8 のインプレッサバージョン5だったかな乗ってたんですけど、GC8 はねアクセルペダルがちょっと遠くて、まあ、普通スポーツカー3ペダルのスポーツカーって大体そうだと思うんですけど、アクセルペダルが結構奥にあるので、ヒール&トーをしようとするといわゆる街乗りのねちょんと踏んだブレーキとはかかとがねアクセルに届かないことが多いんですよね。ハードブレーキングすればその分沈み込むので、ブレーキペダルがアクセルペダルにかかとが届くんですけど、街乗りレベルではねなかなか GC8 はねちょっとやりづらかったんです。その点86は、まあ、多少個体差はあると思うんですけど、ペダルがねほぼほぼアクセルペダルもブレーキペダルもクラッチペダルもほぼほぼ同じ位置で横並びなので、ヒール&トーはね非常にやりやすいと思います。昔の車こういうのは多かったんですかね。たまにねアクセルペダルとかに、まあ、ペダルカバーみたいなのをつけられる方いらっしゃると思うんですけど、まああれもアクセサリー的な要素もあると思うんですけど、まあ、ヒール&トーをしやすくする目的でつける方もいらっしゃると思うんですけど、86はねそんなことしなくても全然ヒール&トーはやりやすいですね。かかとがアクセルペダルにはすぐ届くので、まあ、ありがたいことにねヒール&トーうまいですねとかって言っていただくことを最近なんか非常に多いんですけども、私はまだ全然ね下手っぴでして、15年以上も乗ってるのにまだまだ全然下手っぴなんですけども、アドバイスを求められることがちょこちょこあるんですけど、いろいろ飛ばしてしまっていきなりヒール&トーカーやり始めたのでちょっと変チクリな形になっちゃってるんですけど、最初はねいきなりヒール&トーカーやらずに、例えばグリッピングとかで、ね、回転数を合わせることを意識して、そこからねヒール&トーにステップアップしていけばいいんじゃないかなと
私は思ってるので、そんなにね、偉そうにアドバイスできるほどのテクニックはないんですけど、はい、続いてこれも結構皆さん知ってるかなと思うんですけども、こちらですね、はい、16のまあ武器といえば軽量コンパクトであること、車重がですね1トンを切ってますので、今時の車ってやっぱ軽自動車でも1トン優に超えてきたりするので、軽さはやっぱ武器ですよね。まあ速く走るのでもまあそうですけど、なので結構ね86は燃費が案外いいですよ。まあ、それも車の仕様によって、エンジンがむちゃくちゃチューニングされてる車とかだと当然ねパワーが上がってる分燃費も落ちると思うんですけど、思ってるほど燃費は多分悪くない個体が多いと思います。自分は4バルブのねノーマルエンジンの時にはちょっと燃費をちゃんと測ったことがなかったので、どれぐらい出てるかはちょっと怪しいというか、ちゃんと計算したことないんですけど、まあ、それでも多分10切ってたことはないと思って、5バルブになってから1回ね群馬に遠出した時にちゃんとね計算してみたら、リッターね15キロを叩き出したこともありましたね。もちろん高速移動ですけども、あとね、まあ、86のオドメーターがどこまで正確か問題はありますけども、それでも燃費は結構ね5バルブでも全然10下回ることは街乗りでもない感じでしたね。そんなに燃費がむちゃくちゃ悪いな、ガソリンむっちゃすぐ入れなきゃなんねえみたいなのはあんまなかったんで、まあ、コンパクトで軽い分燃費もそこまで悪くないんじゃないかなっていう印象ですね。でこれは前も話しましたけど、86の純正のね4バルブのエンジンだと、まあ、せいぜい実際に測ったら100出てたらいいところぐらいですけど、まあ、それでもねそんなにもめちゃくちゃ遅えって感じは自分はしなかったんですよね。納車した直後とか思ったのは、おもちゃなんか軽いなっていう、軽快に走るなっていう印象が強かったので、ね、車が軽いっていうのが非常に効いてるんだと思います。はい、では続きましてこちら、86のね純正パーツはですね、まあ、廃盤になってるものが、まあ、ほとんどで、まあ昨年ぐらいからですね GR の方から純正パーツ再販一部ですね、それも期間限定ということでされてますけども、それでもやっぱり純正パーツほとんどはやっぱなかなか手に入らない。でオークションとかで、まあ、転売ヤーがですね高額で出してて、まあ、それを買うしかないという状況になってたりするんですけど、でもね車外パーツであれば、純正にこだわらないのであれば車外パーツはむしろ豊富ですね。今でも16用のパーツっていうのはいろんなメーカーさんからいろんなものが出てるので、なので86をねこれから購入したいなっていう方の不安要素として、まあ、パーツが手に入るかっていう問題は非常にね大きな問題だと思うんですけど、まあ、純正パーツが絶対にいいってなってくるとちょっとね厳しい部分はいろいろあると思います。あれ別に車外でいいやってなるなら、そこまでねパーツ確保がむちゃくちゃ大変かって言ったら、車外パーツでいいならばそこまで大変な車じゃないと思います。これも結構ね86のいいところかなと思いますね。はい、それでは86のいいところ、次で一応最後ですね。まあこれをいいところと見るかどうか人それぞれだと思うんですけど、自分はねリトラの車が好きなので、これをあえてね86のいいところに加えてみました。こちらです。はい、パッシングってねまあ使う人使わない人いろいろだと思うんですけど、自分もあまり使わないんですけども、たまにね街中でトレの目をパチパチしてね挨拶してくる方いらっしゃってですね、うわってなるんですけど、他のリトラの車種がどうなのかちょっとよくわからないんですけど、86の場合はですね、まあ、当然ねパッシングウインカーのレバーをねパチパチと振ってヘッドライトをチカチカさせるんですけど、ウインカーレバーを引いてる間しかヘッドライトについてないんで、なので一瞬引くだけなんです。ヘッドライトはですねほぼほぼリトラが上がる頃には消灯してて、要は眩しくないんですよね。目だけ、リトラだけパチパチして挨拶ができるって感じなんで、まあ、パチパチとか一回開いて閉じるだけですけど、むっちゃなんか見てたら可愛いんですよ。それが非常に個人的に自分はいいところかなと思ってるので、やりたいんですけどね、なかなかこうリトラの方と遭遇することも最近少ないので、こう気を抜いてるとね、向こうがしてて、あーもう通り過ぎた、やり損ねたみたいなのが多いですけど、
というか羽ばたきの挨拶みたいなのが非常に、ね、個人的にいいなと思っております。はい、ということでここまでね86のいいところをご紹介してまいりました。ここからはですね86のちょっと悪いところを紹介していこうかなと思います。でもまあ個人的に自分はですねここがむっちゃ嫌やみたいなのは正直あんまないんですね、まあ、強いて言うならばって感じでちょっと上げてみました。それでは行ってみましょう。はい、まず最初はこちらですね。はい、これはね86のあるある動画かな、まあ、あれは86に限った話だけじゃなかったんですけども、86あるあるのもねちょっと紹介しましたけども、まあ、ハザードがね押しにくい、まあ、これはでも慣れですけどね、慣れれば全然、最初はやっぱちょっと運転自体にね集中したいのにハザードを押すのに気が散るみたいな感じでちょっとね大変な時期もありましたけど、今はもう完全に慣れちゃいましたね。手が勝手に動くというか。はい、続きましてはこちらですね。これも以前の雑談ドライブでちょっと喋ったことありますけども、結構ねこの手の車というか、まあ、古い車は多いですかね。やっぱねよく聞くかなと思います。以前ね紹介したのは、まあ、シガーソケットが接触不良で使えない状態になってましたけども、ちなみにね今回のリフレッシュでそこはちょっと直してもらってます。で他にはですねヘッドライトもね片方だけつかなくなったり、まあ、フォグランプもね今自分のはピアをつけてますけど、以前はシビエのね工事物の古いやつをつけてたんですね。それもまあ接触不良でついたりつかなかったりっていうのもありましたし、接触不良系はね結構多いですね。自分も持ってますけど接点復活剤みたいなのを、まあ、常備しとくといいかもしれないですね。続いてはこちら。これも86だからかどうかわからないですけど、いろんなとこにね洗車をすると、水を使って洗車すると水がね溜まっちゃいますね。86オーナーの方ならね共感してもらえると思うんですけども、ドアミラーの下あたりとかリアのねクォーターガラスの、モールの、まあ、角の付近とかリアのテールレンズの隙間とかよく水が溜まってますね。あとはねこうリアゲートとか、まあ、トランクとか開けるとスペアタイヤにね入ってるくぼみのとこがもう水浸しになって、金魚が飼えるみたいに水が溜まっちゃうっていうのがひどいから、室内に水が侵入してくるってこともあるので、なので自分はねでも洗車動画ルーティン動画上げましたけど、水洗車したくないのでそこなんですよね。水をまあ完全に飛ばせばいいんですけど、なかなかねすぐ水分ができらないので、あとまあ水気を飛ばすのに、水分飛ばすのにドライブに出る時間がちょっと取れないみたいなこともちょこちょこあるので、なので水洗車あまりしないとかですね、水を溜めてしまうとどうしても錆の原因になるので。はい、ということで次はこちらですね。やっぱそうなるよねみたいな感じだと思うんですけど、86はねやっぱり今の車と違ってやっぱ錆びやすいですね。雨天走行だけではすぐ錆びるというわけではないと思うんですけど、保管状況とかね、そもそも日本はやっぱ湿度が高いので保管しておくだけでもやっぱ車が傷んでいるし、なので86の錆びポイントはですねいっぱいありますね。多いのはやっぱり自分もそうですけど、こう下回りに近いところ、ドアとかフェンダーの裏側とかですね、リアのクォーターパネルの裏側とか、バックパネルとかバンパーステーマとか、こちらのサビポイントはめちゃくちゃいっぱいありますね。自分も何年か前にフロントガラスをねクールベール化した時に同時にやってもらったんですけど、ルーフのとこにねもう少しで穴が開くぐらいサビが発生してまして、自分でちょっとねサビを落としたり、お粗末なもんでしたけど塗装的なこともやったりしてましたけど、いよいよちょっともう穴が開きそうになってきたので一回直してもらったんですけど、最近はねこういうのがカーボン化したり FRP 化したりして、まあ錆びないようにするっていうのが多いですけど、まあ FRP パーツ、まあ、すぐつかなかったり加工前提だったりしますし、カーボンパーツ、ドライカーボンとか強度はめちゃくちゃありますけど、高額なので、ね、
なかなかこう手がつけられないって感じだと思うんですけど、自分もね、本当はリアゲートとかルーフとかもね、カーボンとか FRP にしたいですけど、まあ、なかなかちょっと難しいですね。まあ、予算がある方はね、そういった鉄板パーツを、まあ、カーボンだったり FRP とかに変えていけば、当然ね、サビが出ることはないので、まあ、対処はしていけるかなって感じですけど、鉄板パーツに関してはもう本当イタチごっこですね。いや、ここ板金したん違ったっけみたいな感じで、よくよく調べたらもう、まあ、もう何年か経ってしまって、その繰り返しではありますね。直しては錆びてきて、直しては錆びてきて感じではありますね。86のオフ会とかに行くと、大体共通的な話題になると、もう錆びの話題ですね。ここに錆びが出やすいよなみたいな話になってきて、うちはこういう風にやってるわみたいな対処法を話し合うみたいなことが結構あったりしますね。はい、続きましてはこちらですね。これも、まあ、86あるあるに近い感じかなと思うんですけど、ダッシュボードはね、本当よく割れちゃいますね。自分のはまだ比較的綺麗なんですけど、最近ね、ちょっと気づいたんですけど、ほんのちっちゃいね、ひびがね、入ってきちゃってますね。いつパキッと行ってしまうか怖いところなんですけど、でもまあダッシュボードもさっきも言いましたけど、純正のダッシュの上にかぶせたりするものが多いですけど、まあ、車外からも出てたりするので、これもまあ対処できなくはないかなって感じで、最初ね、購入した車はダッシュ割れてなくても、やっぱ年数経過してきたり、今回のねリフレッシュもちょっと怖かったんですけど、ダッシュボードを取り外したりするとき、今回取り付けたりするときとかにダッシュパキッと割れたりすることもあるので、ダッシュボードの割れはね、ちょっと気遣いますね、実力はね。はい、続きましてはこちら。これは2ドアの車がどうかっていうのは、自分は2ドアの車に乗ったことがないのでちょっとわからないですけど、ガラスの面積でいくと3ドアの方がね、面積が広いと思うので、こういった夏場とかはやっぱり炎天下で車止めると、ほんとすぐ車内がね、むっちゃ暑くなっちゃうんですね。で、うちの車はフロントガラスね、プレミアムではないですけどクールベール化してて、でもね、やっぱそれだけではちょっと不十分なんでしょうね、きっとね。そうそう、でさっきいいところで言い忘れたんですけど、水ドアをね、ガラスの面積が広い分、後方視界がね、非常にいいので、感覚的に、まあ、視覚がゼロってことはないんですけど、むちゃくちゃね、後ろは視界開けてるので、その点は特にやっぱりね、初心者の方でも運転しやすいかなって思うところですね。で、まあ、3ドアのガラスはまあいいところもあり悪いところもありって感じではありますね、個人的にね。はい、ということで86の悪いところ、最後はこちらですね。やっぱね、税金が高い税金は高いですね。車体額はね、まあ、これも賛否あると思うんですけど、やっぱ純正パーツが出なくなってきて、で年々ね、程度のいい個体もなくなってきてる中で、専門店とかだとそうだと思うんですけど、ちょっとでもいい状態でお客さんにね、渡そうとすると、まあ、修復しなきゃならないことが多くなってくるじゃないですか。ってことは売り値もね、高くなってくる、まあ、これは仕方がないかなと。それでもまあ今の現状高すぎるとは思いますけど、まあ、高くなってくるのは仕方がないかなと思うんですけど、こと税金に関しては日本はね、古い車に対してめちゃくちゃ厳しいですよね。あと 1.6 リッターの車重が1トンない車に対して4万5400円ですよ。もうマックスの割増料金を取られてるわけなんですけど、これはね、税金だけは本当に高いと思いますね。諸外国とかだと、むしろ年数が経った車の方が安くなってくる国とかもやっぱあるんで、税金だけはちょっとどうにかならないもんかって感じですよね。なので皆さんね、こう旧車乗り、もしくはこう大排気量の車を乗っておられる方は、だいたい税金の納付書が届くのがだいたいゴールデンウィーク前後ぐらいですかね。皆さん不幸の手紙が届いたわーつってね、 SNS とかで書いたりしてるんですけど、あれは本当ね、自分はまた来たかと思いますね。はい、ということでここまでね、86の悪いところを挙げてみましたけども、いかがだったでしょうか。でね、最後にちょっとおまけじゃないんですけども、人によって考え方は違うと思うんですけど、いいところでもあり、まあ、悪いところでもあるかな、どっちでもないかなっていうようなことを
ちょっと2つほど紹介したいなと思うんですけど、まず1つ目はね、こちらですね。これはやっぱ86だから、まあ、特に、まあ、トレノはそうなのかなって感じですけど、やっぱ注目度がね、むちゃくちゃ高いですね。もう本当にこれも前に喋りましたけど、老若男女、もう本当いろんな世代の方がこの車を認知しているので、もちろんね、新車当時を知る世代の方からね、声かけていただくことも多いんですけど、本当ね、若い世代の方々とかも知ってるので、この車のことをね。なんで街に出れば注目度がむちゃくちゃ高いんですね。あとこう博物館とかでしか見れないような、例えばスーパーカーとかね、むちゃくちゃ希少な台数が少ない車とかだったら分かるんですけど、言ってもやっぱ回収車ベースで、まあ、台数はね、現存してる台数はむちゃくちゃ多いわけじゃないし、まあ、年々ね増えていくことはないので、まあ、むしろ減っていく一方かなって感じなんですけど、これだけ注目されてる車はなかなか珍しいんじゃないかなって思いますね。自分は以前ね、藤原豆腐店のステッカー貼ってイニシャル D シオっぽい感じで乗ってましたけど、その時とかも特にね、むちゃくちゃ写真撮られましたね。コンビニとかで止めて買い物して出てきたらもう写真撮られてるとかもう高速でね、走行車線走ってたらね、追い越し車線ふわって抜いてった車がね、急ブレーキ踏んでね横に並んできて写真撮られてる、動画撮られてる、結構多かったので、本当ね、人にね、むちゃくちゃいろんな人に見られる車です。で、続いてはこちら。まあ、これも人によって感じ方は違うかなと思うんですけど、まあ、もともと自分は E86 っていう車を選んだのはやっぱりイニシャル D の影響法なんですよね。なのでやっぱりこう頭の中で再生される 4AG の音って、まあ、イニシャル D の中の音なんですよね。まあ、実際ね、イニシャル D も実車から音取りしてたりするので、音自体は本物の 4AG の音ですけど、当然ね、回転域が全然違うので、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、納車して帰るとき、生まれて初めて A86 に乗った時だったんですけど、それがね、ほんと発進して横にね、嫁さん乗ってましたけど、発進して嫁と2人でパッと顔を見合わせて、この音タクシーみたいじゃねえみたいな、2人で顔を見合わせて、ほんまやなみたいなことを言って帰ったのも昨日のことのように覚えてますけど、本当になんか発進音というか、まあ、ギアの鳴りとか、まあ、いろいろな条件が重なってたと思うんですけど、本当ね、タクシーみたいな音なんですね。まあ人によってはね、って自分もイニシャル D の中の音をイメージしたので、あれみたいな感じだったんですけど、イニシャル D のね、音の回転域というのは高い回転域なので、音が違うのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、発進音がね、なんか非常におとなしくてタクシーみたいなっていうのが印象に残ってますね。てな感じで今回はですね、86のいいところと悪いところで、まああとおまけで、どっちでもないかなっていうところを説明させていただきました。いかがだったでしょうか。どんな車でもね、いいところ悪いところは、まあ、必ずあると思いますし、まあいいところ悪いところ、まあ、人それぞれ感じ方が違うので、人によってはいいところでも、また違う人によっては、いやそれはちょっと悪いところだな、マイナス面だなって感じることはあると思います。やっぱり僕が言いたいのは、86はやっぱ非常に楽しい車なので、本当にね、乗りたいと思っている方にはぜひ乗っていただきたい車ですね。もうね、自分の生活は86なしではちょっともう無理かなっていうぐらいどっぷりハマり込んでしまったので、自分は本当に86は飽きないですね。もともとイニシャル D がきっかけでハマった、いわゆるまあにわかファン的なところから入った口ですけど、今はもう本当86大好きなので、まあ、イニシャル D 関係なく86はずっと乗っていきたいなと思える車ですね。というわけで、この動画がこれから86乗りたいって思ってる方や購入検討されてる方々の少しでも参考になればいいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画ちょっとでもいいなと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。それではここまでのお相手は私、スプリントレノでした。バイバイ。This program was brought to you by Spring 2.
Trueno. See you next time.